とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー周回やっていきたいと思います。もうクリアには慣れましたね。完全に慣れた。でも、めんどくさい敵が多いのよ。ものすごい多い。で、一応30分以内ではいけるんだけども、途中心が折れそうになるので、まあ1日5周を目安にやっていきたいと思います。2日で10周頑張りましょう。1周目、おおーちょ、おあ、いや違う、違う。アーティファクトのクールダウンか。ポーションのクールダウンだったらよかったんだよ。いや、でも、まあ、ありか、ありか。まあ、黄金次第だね。黄金次第。うん。なかなか面白いかもしれないね。まあまあ、もちろんここら辺はいらない。ソウルフォーカス3。火炎フォーカス3。あ、でも3がついてる。稲妻フォーカスの気がする。まあ、マルチロールか。いやー、このセット意外と面白そうかなと思うんだけどね。マルチロールじゃダメです。はい、次。2周目、おし、来た。ソウルダンサー、ソウルダンサーは251を持ってるんだけども、263欲しいよね。無知はいらない。絶叫ももちろんいりません。どうだ。いやー、これダメだな。フォーカス系がついてないわ。ポーションバリアがつけばもう最高だけどね。でも多分つかない、分かってる。ほらほら、もうソウルダンサーはね強いんだ。でもこれじゃない。3周目行こう。3回目、もうすでにきつい。なんだろうね、あの時間は30分以内でいけるんだけど、テンペストゴーレムと戦うとものすごい疲れる。あ、あとあの、邪悪なレイス。あの2体と戦うとね、疲れがどっとくるんだよね。なんだろうね、これ。多分みんなもそうだと思うけどね。水素ストライカー、ダメです。旋風いらない。狩人いらない。植えたほら。火炎フォーカスか、ソウルフォーカス。あたりじゃない？もしくは無謀か。毒フォーか。もうこのフォーカス系はやめてください。フォーカス系はもう自分でつけるから、それはつかなくていい。あと2回頑張れましたね。なんとかやろう。4周目、やめてくれー。これは全部ダメだ。なんだこれ。クリー3、クリー2、冬射撃。もう実際、いやいやいや、使えないって。5周目、5周やったよ。やった。ネバネバ、あ、もうすでに最強持ってるから、まあいいか、いいや。あ、ソウルフォーカスさんね。こっちはオーバーチャージついてるな。スーパーチャージついてりゃ嬉しい。爆発位置いらない。ネバネバどうだ。今持ってってるのが、リフレッシュ3がついてるやつなんだよね。リフレッシュじゃないやつも欲しい。どうだ。虚無1、よろしくない。今日は頑張った。また明日頑張ろう。はい、今日頑張っていきましょう。クリにいらない。登山もちろんいらない。これ笑い暴起だな。笑い暴起、うわー、まあ使わないけど、まあ、うん、一応持っておくだけは持っておきたい。強いのをね。ダイナモ2か。いや、珍しいのついたな。黄金にダイナモあんま使うんけどな。いや、でも2だし、グレイブにダイナモはちょっと合わないかな。まあ、いりませんね。2周目行きましょう。2周目、ダメ。これもダメだ。緑いらない。シュルカーいらない。
頑丈なシュルか。いや、火炎フォーカスついてないな。多分火炎フォーカスか、最後の叫び、どっちかだと思う。あ、最後の叫びだね。はい、3周目。もう疲れが来てる。もう手がプルプルなってる。ああ。まあまあ、リフレッシュさん使えるけども、でもな、呪いの斧の方が俺は好きなんだ。ああ、連鎖反応3、いいんじゃない？で、これオーバーチャージ3がついたらすげえ嬉しい。ああ、違う。追い打ち3だったらよかった。うん。追い打ち3、クリティカル3。だったらば、超火力の弓が作れたからよかったんだけども、1じゃ火力不足だな。まあ、ワールドウィンド、取っときましょうか。呪いの斧の方がいいけども、まあ、衝撃波で足止めを若干できるので、うん。まあ、瞬間火力としては、呪いの斧よりも上を行きそうな気がする。OK。一応キープです。残り2回頑張ります。はい。きつい。ボスと戦うのがもう嫌になってきた。衝撃波1、リフレッシュ1、雷2、いやーダメだ、今回は全然ダメだ。ではあと1回かな、なんとか行きましょう。ラスト、ラストです。ようやく終わった。しかも最後なかなかいいラインナップですよ。心奪うもの、イカ、ホコリ、全部なかなか素晴らしい。まあ、奪うものは、もうすでに持ってるけども、重力1、あ、使えるね。おう。まあまあ、もうすでに持ってるから別にいらないんだけども、重力、リフレッシュ、おう、下ついてるね。重力、リフレッシュ、虚無の、一番右に、ダイナも入れれば最高かな。うん。通常の雑魚戦もいけるし、ボス戦もいけるっていう、いい武器になりそう。イカ。イカはね、ギフト買いで欲しがる人もいるんで、1個欲しいかな。ちょっと持ってたやつ、全部売っちゃったんだよね。もう無敵ビルドのバブル使えなくなったんで、もう売ってしまったんだよな。1個ぐらい取っときたかったな。なんだ？あ、防護1ダメ。防護1はいりません。ピグリンの誇り、タワーでは無類の強さを誇るので、通常でもちょっと使いたい。テンポセルトいらないな。いりません。はい。今回はあんまりいいのが出なかったね。まあ、こんだけちょっとね、心が折れそうになるぐらい難しいやつなので、難しくないか。めんどくさいタワーなんで、もうちょっといいのが出てほしいところです。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。